すいません。そんなに悪いことしてないですけどね。あれもう警察に通報するんだよ。おい、はい、おい、いや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 、どう考えてもこれの方がおかしいでしょ。 いやこれの方がおかしいでしょ、どう考えても。おい、どういう理由を受けたんだお前よ。日通3番ってわかるか、日通3番って。日通3番わかんない。まあわかんないのか、辰巳がわかんないのか、日通3番ってよ。わかんない。あ、お前20年もやってないんだな、コンテナ。やってない。そうだよ。代表者に聞いてみろよ、日通3番のとこでやらかしたから怒られたって。お前、中央分離帯寄りに車体寄せたろ。中央分離帯寄り？そこだよ、そこ。税関通り。車体寄せたらやこら。ああ、ちょっともう右折左折がいて、ちょっと自分前見てなくて。寄せたんじゃねえだこら。あら、おせんだ認めんのか。すいません。まあ、話聞くから降りたらどうなんだよ。強制はしねえけどな。いや、ちょっとそっから避けられるぞ、ほら道路も。強制はしねえけどよ、話聞くよおめえよ。何もやってないですねとか言ったろてめえ。いや、何もやってないは言ってないですけど。あったじゃねえよな。話聞いとるから降りたらどうなんだよ。強制はしねえぞお前。わかりました。